くドラ、聞くドラ、聞くドラ。ラジオドラマで聞く名作文学、リモート収録でお送りします。芥川龍之介、光陵夢。路政は死ぬのだと思った。目の前が暗くなって、子や孫のすすり泣く声がだんだん遠いところへ消えてしまう。そうして目に見えない糞道が足の先へついてでもいるように、体が下へ下へと沈んでいくと思うと、急にはっと何かに驚かされて、思わず目を大きく開いた。すると枕元には依然として同志の老王が座っている。主人の貸し入れいた機微も未だに熟さないらしい。路政は政治の枕から頭を上げると、目をこすりながら大きなあくびをした。簡単の秋の午後は、落ち葉した木々の梢を照らす日の光があっても薄ら寒い。目が覚めましたね。老王はひげをかみながら笑みをかみ殺すような顔をしていった。ええ。夢を見ましたろ。見ました。どんな夢を見ました？何でも大変長い夢です。はじめは聖家の妻子の娘と一緒になりました。美しい、つつましやかな娘だったような気がします。そして明くる年、紳士の試験に及第して異男の異になりました。それから観察御史や帰居舎人、知性校を経て、トントン拍子に中書門下兵少子になりましたが、残を受けて危なく殺されるところを、やっと助かって関州へ流されることになりました。そこにかれこれ5、6年もいましたろう。やがて縁をすすぐことができたおかげで、また召喚され中書令になり、縁国公に報ぜられましたが、その時はもういい年だったかと思います。子が5人に孫が何十人とありましたから。それからどうしました？死にました。確か80を越していたように覚えていますが。老王は得意らしくひげを撫でた。では長寿の道も旧達の運も一通りは味わってきたわけですね。それは結構なことでした。生きるということは、あなたの見た夢といくらも変わっているものではありません。これであなたの人生の終着も熱が冷めたでしょう。特捜の断りも市政の情も知ってみればつまらないものなのです。そうではありませんか？路政はじれったそうに老王の言葉を聞いていたが、相手が念を押すとともに青年らしい顔を上げて目を輝かせながらこう言った。夢だからなお生きたいのです。あの夢の覚めたように、この夢も覚める時が来るでしょう。その時が来るまでの間、私は真に生きたと言えるほど生きたいのです。あなたはそう思いませんか？老王は顔をしかめたまま、しかりとも否とも答えなかった。